西垣正信は、日本のギタリストリュート奏者、編曲家、京都府出身、京都生まれ、フランスの名門音楽院であり、当時唯一ギター科を有していた、フランス国立ニース音楽院で、アンリ・ドリニーに指示。1971年、フランス国立ニース音楽院を審査員特別賞を受賞し主席卒業。1972年フランスニースシオペラ座での、 リサイタル、オペラ座管弦楽団とのアランフェス競争曲の演奏により、ニース詩音楽大賞を与えられる。以降、フランス・スイスをはじめヨーロッパ各国、イギリス、アジア、東欧でのリサイタルやマスタークラスに招聘。国内ではかつて現代音楽の竹光徹氏や松本日野春氏、福祉のリオ氏の新作初演を務め、室内楽ではフルートのマクサンスラリュー氏をはじめとして、 ミハエル・コフラー氏、グルセンタキュ氏、ロバート・エイト・ケン氏など著名な音楽家との共演を多数行う。2000年イギリス・フランス各地でバッハ没後250年記念流特見曲全曲コンサートに昇平。またバッハ、ゴールドベルグ変奏曲をギター二重奏に編曲し出版したことも話題となりバッハ匹としてその名が知られる。 2002年イギリスヨークカレッジの移植により、シンココンは歌集によるモノドラマを作曲し、イギリス国立古学センターにて初演。以降、ソリストとしての活動を本格的に再開させ、スイスサラジ音楽祭、南米チリとフランスでのオマージュは西垣、コンサートシリーズ、ニース音楽院100周年記念演奏、2019年にはコンピエーニュ音楽院マスタークラス、 ノワイオン音楽院主催リサイタル、世界遺産登録サントマドレーヌ大聖堂でのリサイタルなどに招聘される。著作には2010年、シューベルと冬の旅を声楽ギター版として現代ギター社から出版。2015年には同じくシューベルとアルペジョーネ・ソナタの旋律ギター版、ギター独創版として出版と CD をリリース。2016年、 ドビュッシー作曲、喜びの島トラベル作曲、ボレロを含む、フランス曲集、ドビュッシーラベル、2019年、ベルリオーズボツ550周年記念 CD、ラギタールロマンティックを発表。2020年には、ドメニコスカルラッティが残した555曲のソナタから、厳選し自ら編曲した楽譜と CD、ドメニコスカルラッティ14のソナタを発表。1988年より、 スペイン政府主催、マリアカナルス音楽コンクール審査員。国内でも高校や大学で才能ある若い音楽家たちの育成に尽力し、これまでに国内外で活躍する音楽家を多数輩出。ありがとうございます。